どうも、最近 YouTube でこのようなコメントをいただきました。別の動画で一発マリオのピオキングと聞いてホニャララって書いてたんですよね。僕一発マリオのピオキングになってるんですか？で、パツキングになってるんですか？どうなんでしょうか皆さん。僕はいつもトロールコースばっかりやってるんですけど、パツキングだ。すいません、ちょっと熱くなってしまいまして。確かにサムネはパツキングだからいや、パツキングじゃね。確かにサムネはね、一発マリオのコースから撮ってるから、そう思われても仕方ないのかなと。実際僕の中ではメインがトロール、サムで一発マリオっていう感じなんだけど、みんなはどう思ってくれてるのかなと聞きたいところなんですよ。そしてパツキングで思い出したんだけど、僕高校入試が終わって結果発表があるじゃん。その結果発表、はい、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トゥースバンパーリベンジバージョンジークって書いてるんですけど、トゥースバンパースリベンジをグーグル先生にお願いして調べてみました。そしたら、ハバンパーの復讐って書いてたんですよね。もしかしたらガリガリのことなんじゃないかなと。なんでガリガリの復讐っていう意味になるのかなって思うんですけどね。その真相はいかに。ということで、早速このコースやっていきますか。クリア率は 1.02%。 敵キャラの復讐だったらわかるんだけど、ガリガリの復讐ってよくわかんないよね。ガリガリって動かないじゃん。さあ、開幕殺しあるんでしょうか。いや、開幕いねえじゃん。どこにいるのよマリオ。あ、この下側にいるのね。なるほど、今日はこういう感じのスタートが面白いね。いや、ハイレンジの感じ、どこに行けばいいのよ。わかるかそんなの。じゃあ開幕速攻右にダッシュしろってことでしょ。オンオフが変わる前に。それでどっかに入れるんだね。今回のトロールの始まり方新しいね。なんか土管から出た瞬間落とされたんだよね。なんで地面についた瞬間ジャンプしてみようか。それで毒沼回避できるっていう感じでしょ。さあ、ここでファイヤーもゲットできました。これで氷ブロックを壊せるっていう感じだね。上か下か下行って言いますとどうなる。いや、合ってたんじゃない。そしてこのリンクを、いや、トレイクセント、大丈夫、やっぱ取れてんか、大丈夫。左にリンクが出てきたからあれ取れっていうことか。じゃあここは下に行った瞬間浮き輪の方に行ってリンクを取る。そしてこの爆弾でブロックを壊していくっていう感じだね。完璧だね。シャ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 行こう。その見た目どんどんにシャ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 行く。ここはどうすればいいんだろう。なんか引っかかりそうな予感がするな。なんか爆弾投げてみようか。オームブロックがあるっていうわけね。じゃあここ走っていくんだよきっと。いっけー、はい、ダメじゃあここ走ってもいけないんだね。歩いて行ってみる。歩いていきます。よしよしよし。そしてこのツタに登ってこいつをカシャーンして、左上のブロック怪しい。これ絶対入りたいやつでしょ。とかはだー。一旦ダッシュして行ってみようか。右から左にダッシュ、そしたら防げる。ナイス。さあ、ここでガリガリを抜けて US でトゥルルトゥントゥントゥン取って、このブラッパーは多分ヒップドロップで倒すみたいな感じだと思うんだよね。うわ、どうしよう、これ一旦置ける、持ってしまったよ。ナイス。これでヒップドロップして上に行けるみたいな。はっはっはっ、いや大丈夫。あの靴を捨てていけっていうことで、さあ進んでいきますか。そしてここはどういう感じですかね。ルーツ。あのリンクの状態でさ、左下にいるドッス、あいつをどうにかしろってことなのかな。この右下にドッスがいると思うんだけど、このドッスをどうするかだよね。なんか乗ったりしたらオフが発動して、なんか行き道が変わるみたいな、そんな感じかな。魚。いや、でもオフが変わるっていうのが分かったね。なんでドッスを踏んで右にダッシュすれば魚回避。ナイス。これでいけるのかな、いけるようになってんのかな。さあ、どうなんでしょうか。あ、なんか鉄球があるよ。ナイス。で、ここでキノコを取って扉に入ると、そろそろ中間ポイントかな。で、ピンコインゲットかって今気づきました。ここピンコインよこしゃ、しかも相当ピンコイン多いよね。じゃあここで中間取って、あれ、これも下行くしかないよね。上はおとりですかね。あの土管はどうなんでしょう。バーじゃねえんだよ。多分あれだね、一旦ここでやられて上の土管に入れるっていう感じだろうね。これで上の土管に入れると思うんだよね。さあ、来ました。進んでいきますか。てか、ここビッコインめっちゃ多いよね。何個あんだろう。10個ぐらいなかった。てか、今右にフラワー出てきたよね。あのフラワー取らなくていいのかな。さあ、この右のアテナ気になる。叩いた瞬間左に逃げるね。なっ、危ねえ。火あったね。ここはどうすればいいんだろう。ここも左でいいのかな。左をしっぱしておくよ。あれ、
ちょっと今の、あ、わかった。ここオープンだから一旦高く飛ばなきゃいけないんだよきっと。なんでこの雲抜いた瞬間一旦大ジャンプ、これで先に進めるっていう感じだね。なかなか巧みな罠仕掛けてきやがって。そしてここはリンクを取って爆弾、これでいける、ナイス。そしてここは何か引っかからぬ、くっそゼルダの伝説じゃバッサバッサ切ってるじゃん。それじゃあリング必殺技かましていきますか。ローリングサンダー突き刺し、つえ多分ここ降りたら左ダッシュで抜けれるっていう感じでしょ。さあ行きますか。ここはどうしよう、下からはいけない感じだね。このハテナブロックなんだろう、大丈夫間に合う、よし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 、取っていいの今の今の取ってよかったから、どうなんだろう、ここでオフじゃ中変わる、なんでそこ地味なのをデカで来てよそれじゃあここがまだよくつかめてないんだよね。 USA を取るところまで合ってるでしょ、こっからなんだよね。一旦この雲抜いておく、この雲抜いて左に行ったらダメってことはもう下から行かなくちゃいけないみたいな感じだと思うんだよね。ちょっと待って、あの火はまずいでしょ、は合ってたんじゃないこれ、合ってる合ってる、でこのファイヤーが取れて進めるっていうわけだね。さあリンクを取って中に入っていきますか、はっじゃあここはリンクを取って右押しっぱ、そしたらドアに行ける、そういう感じでしょ。来ました、もう8個ぐらいあっていいよピンクイ、はっ、よけれたんじゃない、大丈夫でしょ、こっち合ってるでしょ。来ました、ファイヤー取っていこっか、もうあれ信じない、こいつは信じないよこの浮き輪は、もう素直にドアに入っていきたいと思います。どうだ、合ってる合ってる、この音楽はまずいパターンのやつだけど、チェックポイント2って書いてるもん、頼む合ってて、なんで違うのか、地味になってこなきゃいけないってことでしょ。でもなんかさ、左の方上に行けって書いてるね、上に行けってことかな、こっからファイヤーを取ってなんかガリガリの上に行けって書いてたじゃん、こっちで合ってんじゃないの、ほら熱々熱々、こっちが正解でしょ。来ましたこっからどうするだろう、地味になって進めっていう感じか、で、で P を押して下、うぜえじゃあここは P スイッチを叩いて左へ逃げる、これでデカキノコは回避できるっていう感じでしょ。さあ行きますか、これでチェックポイント2を獲得できるはずなんだけど、ピンコインが残り何個、めっちゃあるよね、もう数えるのめんどくせえやさあここで一旦やられろみたいな、ここでも多分倍が来るんじゃないかな、この土管で、ほら来ました、めんどくせえことさせやがって、一旦 P を叩いて下に落ちるみたいなそうですか、じゃあここでピンクコインが2つあるね、あのピンクコインを2つ取って、えっこのピンクコイン罠なの、今のはずるいでしょっていうことは多分このピンクコイン全部集めないでいいパターンかもしんない、もしくは最後に全部あるみたいな、そんな感じじゃないかな、えっていうかこれ罠に引っかかった感じですかね、いや合ってんじゃないこれ、ほら熱々熱っ、でこのまま右に進めばいけるっていう感じでしょ、ここ足もあるもんね、さあここで溶かして、いや大丈夫大丈夫、まだ大丈夫だよ、次のままいけるでしょ、頼む頑張ってマリン頑張れなかった模様ですねマリン、氷を溶かして左にダッシュから、そしてこのまんま右に行って氷を溶かす感じ、来ました、進んでいきましょう、似てた今どうだった、そんじゃあ次はもうあのバネに引っかからないようにするよ、一旦ここで氷を溶かして、どの辺で行ってきたっけ、とりあえず右を失敗してなかった、どうだどうだ、オッケーさあ進んでいきますか、でリンクを取ってどうすればいいんだろじゃあこの土管入ってジャンプって書いてたんだよね、ここジャンプして抜けれるっていう感じでしょ、来ました、そしてここはパワー発動するのかな、どうなんだろう、パワー発動しますいやどうなった、画面ビニキーだったどうすりゃいいんだよ、あのここでなんかピンポンなってるよ、ここでジャンプだけしておけっていう感じだったんかな、うわなんか戻れって書いてるね、こっちが正解でやって、頼むって何、どうしないのこの閉じ込められて、 P が何をやめ、鼻でしたじゃあ今度はパンブロックを叩きません、右上の方で
でジャンプしてみようか。この辺なんかピンポン鳴ってたんだね。なるほど、これで月に進めるっていう感じか。ちょっと土管入れるのかな。あ、土管は入れない感じだね。で、ピンスイッチを踏んでピードアに入る。それで合ってる、頼む。あ、入れません。よしよしよし。でも絶対リンク入れやすでしょ。やっぱそうだろうと思った。次こそツタに捕まらないで入ります。リンクを取ってピンスイッチを押して、このまんまドア来ました。これで抜けれたね。こっからどうするんだろう。あれ落ちたよ。いや、どうしないのこれ。左側に行っていいのかな、右側、それとも、あ、なんか入ってったよ。これがドントゲット鍵。うわ、マジかよ。最初の1個の鍵を取ったらダメってこと。これ右側左側両方いけないか。じゃあ一旦土管に入ってやり直しは、頼む。これでやって、だって帰ってんのこれ、プープオープープ。ちょっと意味が分かんないんですけどね。とりあえずやり直せってことでしょ。いや、熱い熱い、なんか右側に行けるようになってる。これはワンチャンあるよ、頼む。よし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 。さあ、このままゴールへの道まで連れてってくれ。はどうしてくるのこのメカクッパは。え、やり直せってこと。なんもなんないもん。わかりました。じゃあ一個もペンギンスライダーペンギンスライダーじゃねえ、何やったっけ。そうそうそう、ピンクコインを取らないでちょっと行ってみるね。そしたら最後になんか変わるっていう感じでしょ。まず1個目のピンクコインがどこにあったかも忘れちゃったんだけどね。なるほど、ここか。このピンクコインを取らないで最後まで進めば何か変わってると思うんですよね。確かこのピード1に入ったらチェックポイント1の場所に戻る。ほら、これでなんか変わっ、ナイス、右が開いたね。こっから上の土管に入ればゴールが待っているんじゃないでしょうか。頼む、ゴールよ、待ってて。ボロングパイプ。そう、マジかよ、違うパイプ、なんか赤いのか。え、左の土管に入れってこと。なるほど、そういうことか。頼む、どうにかして小さくしてガリガリ、頼む。いや、しかもさ、さっきのでピンコイン取ってるからまた最初からなんだよね。このコースマジでとんでもないコースだね。いや、でもそう言ってたらね、たまに来るんですよ。ビオキングさんやって M だから好きでしょこういうコースみたいな、たまに来るんですよそういうコメントが。そんなわけないじゃんと思って、大好きなんだよ。よっしゃ、戻ってきたよ。ここでピード1に入って違う方の土管に入ればいいっていうことだよね。ここでビビったらダメなんだよ。左の土管、あの砲台の下にあるじゃん、あの土管に入ろう。さあ、これでゴール、頼む。これ上行っていいよね。で、中間ポイント取っていいのかな。一旦取っておく、取っておいて、とか、あ、取ったらさ、キノコになってんだね。そしてどうなるの、右、頼む、ゴールで会ってくれ、お願い。こっからまたやり直しはきついよ。なんて書いてるこれ、あい、まあいいや、とりあえずボスでしょ、ボスだけ見える。ボスを倒すんでしょうか、どうなんでしょう。こっちはファイヤーだからね、強いよ。ウーム、いや知らねえよ、これ鍵でしょ。来ました、なかなかじらすね、めっちゃじらすねこのコース。はっ、どうすればいいのねえ、これどうすればいいんですか。絶対これゴールでしょ、左見えるもん、バーが。なんでこのキノコを取って、はっ、うわー悔しい、マジでこれやり直し聞くかな、こっから頼む、やり直し聞かして。なんでよまたスタートからじゃねえか。こんなコースって分かってたら多分してなかったかもしんないね。めちゃくちゃ鬼畜だね本当に。さあ戻ってまいりました。これで絶対にゴールできると思います。真ん中だけ隠しブロックがあるっていう感じでしょ。なんで一番左だね、ここは隠しブロックがないっていうのが分かった、頼む。よしよし、でここへキノコを取って左に行けばゴールでしょ、頼むって。いやこのコースマジでキッチーよ、ここ数ヶ月の中で一番きつかったかもしんない。どうもありがとうございました。
はい、それじゃあ次のコースはこの一発針をサムネ映え書き本階段ということで、サムネの見たまんまですね、階段上に設置されてる書き本を踏んでってゴールまで目指せっていうことだと思うんですよ。ただ書き本を踏んでいくっていう単純な作業なんですけど、クリア率はなんと 0.76%、 非常に難しいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。そしてコツをつかめば簡単って説明文に書いてたけど、コツをつかむまでが難しいんだろうね。そしてゴール条件、書き本を全て倒してからゴール。とりあえず一旦普通に行ってってみようか。スピンジャンプで階段上かけいや違うんだって、このカキは針の上でさちょっと動いてるじゃん、それを踏んでいく細かな調整っていうのかな、それが結構難しくて、ちょっともう一回調整してみるね。うわこれむずっけーね。ある程度勢いがないと上の針にも当たるっていうわけか。ちょっと勢いつけてってみていい？本気で勢いつけてってみていい？すげえ逆に今のうまくない。いや今のゴール条件なかったら絶対クリアできちゃったね。次はちゃんといきます。カキいやほんと難しい。ほほ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 、うわー惜しい。あと3匹か。しかも最後さちょっと段差があるじゃん。一番上までカキモンがいないんだよね。あそこまでここが難しいんだよね。わかる？ここ最後のジャンプ調整っていうのかな、それが難しいんだよきっと。一旦左側からゴールできるか見ていい？やったわざわざ上の方まで行かなくていいんだね。左側の方のゴールできました。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。